か、個体値ですね、個体値のパーセントをこういうふうに入れておきます。で、実際、ジムで使うときに、どのキャラを置くかというときに悩まないように、技にも今印をつけてますね。これは、攻撃と防御が、どちらも当たり技のものに関してはこの、ダイヤマークですねを入れております。で、攻撃で使う時用に、攻撃の当たり技は、白い腰、これ以前のものですよね。そうですね、途中でちょっとどうしても技が変わってしまうので、逆に防御系 奥側のキャラクターですねは黒い星をつけております。こういうふうにですね、ボックスを整理して使いやすくするという方法もありますので、参考にしてくれればと思います。このパーセンテージが高いものを、残していって、でそれより低いものをどんどん編みにしてっていう厳選ができるということですね。そうですね。ちょっと一個注意点が、進化をするときに名前がそのままになってしまうんですね。それは変えなきゃいけない。ちょっと変えなきゃいけない。はい、まずはマリルですね。マリル、マリルリから進化するのではないだろうかという予想です。結構進化マラソンとかで使ってしまうので、この飴は少し取っといた方がいいかもしれないですね。ルリニに進化するのではないでしょうか。そうなんです、ね、これメスがなかなか、ね、出ないからね。メスそうなんです、出ないですね。メスを2匹高校たち取っときたいとかですね。そうですね、ここそうなのって、これちょっと楽しみなキャラですね。これブリーズ機能がね、ブリード機能が来るかもしれないですね。エイパムこれ結構すぐありますからね。エイパムは意外と雨が集まんないからパイルでやっつけたいですね。そうですね。エボス、これ結構ですね。尻尾が2個になるんですね。私初めて見ましたけど、なかなか可愛いですね。まあこれも結構捕まえづらいんじゃないですかね。これもパイルでちょっとやっておきたいと思います。パイルで行かないとなかなかこう集まらないかもしれないです。実際だムーマージがもう結構やっぱり闇から闇来る。CP が高いんですよ、ね。闇の石がこれ進化アイテムですね。多分になるんじゃないかなって話ですね。ね、はい、闇からすこれ捕まえづらいんですよね。結構数は出るけど、ね、逃げるんですよね。これはでもちょっと次も悪タイプですからね。そうですね、悪エコだから悪のメタルをちょっとゲットしておきたいですね。あ、そうですね、逃げづらいようにですね。満点、これ卵で結構抗体値出やすいかもしれないですね。そうですね。ただ10キロ卵で、あ、外れたと思ってもこれちょっと卵間に変わるので、まあ、これもブリードで来るんじゃないかって予想はしてますね。ああ、ブリード機能、でもブリード機能どうですかね。かっこいいっすね。見えるかっこいいっすかっこいいしか言いようがない。そうですね。これマニューラーになりますね。マニューラーかっこいい、ね、これもやっぱ素でこう太一さ集めないとっていうところ、ね、これも夜来るんじゃないかって言われてるんですよね。あ、それ気になるんですね。ラッキーアピアンス、これレアですからね。これもうちょっと雨集めですね。苦労しそうですよね。だいたいこう貧乏、これ大変ですよ、ね。これもブリードで、うん、来たらあれかなと思うんですけどね。わかんないですね。レアクール、これコイル溜まりやすいんですけど、結構レアクールジムで使えるんで強化で使っちゃう人結構多いんですよね。でこれ千葉コイルに、そう、CP が高い。電気鋼タイプになるんですね。これ。そうですね、電気アームランタイプジムで使えるのがですね。ペロリンガン、これも出ないですね。なかなか出ないですね。出ないです、これも第一世代のレアですもんね。ペロビルト、うん、ノーマルタイプなんですね。あ、そうなんですね。ノーマルタイプ来るのか。そうですね、はい、来た、サイドン。サイドン、サイドン、これ今あのサイドン取ってもサイドンちょっとしたくなるんですよね、これ。そう、これあえての100個集めておいた方がいいかなと思うんですよね。はい、ごつ、はい、サイドン、これごつですね。これ今サイフォンの高校対地からちょっと進化待った方がいいかもしれないです。サイフォンからプロテクター進化アイテムなんで。もんじゃ、これ第一世代でやっと来るかなって、次やっと来るかなって感じ。これめっちゃ100個ぐらい集めておいた方がいいかなと思って、ね。そうですね。これ来るんじゃないか、来るんじゃないかって。なかなか CP 予測3000超えですからね。次こそジムで使えるキャラになるかもしれないです、ね。結構強い。
エレブ。来た、エレブ。まあ、これまだ比較的捕まえやすい。捕まえやすい。まあ、レアの中では捕まえやすいかもしれないですね。これまあ100個ぐらいかなとは。そうですね、エレキブル。これもエレキブスターがおそらく進化アイテムで、ね、進化アイテム来るかもしれないですね。あ、ブーバー先輩。ブーバー先輩。これ私あの 100% 持ってるんですよ。100% ね、厳選して持ってきたいところですよね。結構候補たち出やすいかもしれない。あ、いよいよブーバー先輩。ちょっとかっこよくなってきた気持ちだな、これいよいよ。あ、トゲチック、これはでも卵でやったらトゲピーから行くしかないと思いますよ、うん、ね、これ羽集めは結構野生で行くのは結構きついんだよこれ、うん、トゲチックこれ羽もっときたいですもん ね、 これ卵からですね、スザン好きな、いやもうこれ捕まるときちょっと面白いですからね。動きがね、でも逆にこうちょっと面倒くさいからって言って無視する人結構いるかもしれないです。なんか古代の感じに、そうですね、古風な感じになっちゃうという。これメガマンマメガヤンマになるんで一応捕まえてアメックスをしてた方がいいですね。あ、イーブはもういくら持ってても、これそうですね、アメガマンもそうだし高校隊長もそうです、いくら持ってても、強化もしたいので、これはアメ集まりやすいんですけど、でもすごいこう使っちゃうので、第4世代ね、リーフィア、そうですね、今これ草タイプですね。そうね、グレイシア、コールタイプ、コールタイプ、今のうちメダルも取っておきたいですね。そうですね、はい、集めておきたいですね、コールタイプ。でこれ、ね、ちょっと飛びますけど、第6世代、あ、リーフィア、クルンジャーフィア、そうそう、フェアリータイプの可愛いらしいですよね。そうですね、これ、雨使っちゃうように気をつけた方がいいですね。でこれも比較的ちょっと出づらいかもしれないですね。もう2体ぐらいは欲しいと思いますよね。そうですね、こう個体値とグライブになるので、あくまで予想ですからね。まあ、予想ですけどね。イノフ、これもウリフフ取ってた方がいいです ね、 ね。もう100個ぐらいでもやっぱり取っといた方がいいかなって。そうですね。結構図鑑埋まっちゃうともういいかってなってたんですけど。マンモスからマンモスになっちゃったよ。氷地面タイプですかね。貴重な氷タイプ。もうちょっと見た目良くなりましたね。ね、ちょっと。ポリゴン2。ポリゴン2、これは雨集めろって言っても結構きついですね。ね、結構。で、ポリゴン2も2体。準備しておいた方がいいと思います。個体値はなかなかやっぱこれちょっと捕まえづらいかもしれないですね。意外に強いですね。